ちゃ綺麗じゃん。よいしょ。あ、シーツは自分でやるスタイルと。久々のミニストップ。プレミアム白桃ソフトクリーム。早川。なんじゃこりゃ。変わってるな。いただきます。もっちり、超もっちり、うまい。くるみそんな硬くないな。うん、柔らかい。こんなパッケージ。白っ。でか。朝倉屋形跡、世界遺産らしい。朝倉氏五代。へえ。名物のソースカツ丼屋、もう入りきらない。じゃん。水羊羹が期間限定でなかったので水寒天。谷口へ。豆腐油揚げ有名らしい。豆乳ドリンクにオーガニック
シュガーシロップ、有機栽培、油豆腐半分のそば御膳。石川県のイオン、めっちゃ綺麗、でかっ。これからもりもり寿司に行きます。こっからここだな。面白、求人のご案内。本場北陸の本格回転寿司、バイガイ、カニ、ノドグロ、ウリのたたき、コハダ、ホタルイカ、セミでつけたホタルイカ、加賀の濃厚直彦研究所、昆虫像ってやつですな。ウマヅラハギ、生ホタルイカ、珍しい。兼六園、お、城だ。噴水、超有名なお庭です。うん、なまら綺麗だ。うん、金沢は綺麗だな。てか石川県綺麗だな。縁もゆかりもないけど、石川県とはすごくいいところ、綺麗。なんだろうな、古い町並みと最新の建物が混在してる感じ。岩港橋、仲良しですね。お、上陸、潜水、美味しそうな緑茶。ああ、綺麗。塩釜桜、糸ケウラなり、ヤマトタケルの御事の像である。上から桜、金沢砂稜、これから2層目、これから3層目、3層目を取れると。ディグダー、メタモン、ゲンガー、滑り止めのグリップになってんだよな。
あえてアラを残したっていう感じ。まあ夕日のような煉獄さんのようなって感じ。二階席。近江町市場。1万円。安っ。うなぎの肝とうなぎの串焼き、能登牛、すげえ、竜宮城みたいだ。能登牛、本日はプレミアム A5 です。串焼きもあるんだ。おー、すごそう、すげえ。まるまい、とろける。赤巻き、うん、優しいお味、倍がいい、うまく取れました。クリーミーで滑らか、食べ応えがある。外すときのコツは、手の方じゃなくて貝の方を回すと、そうするとうまく取れやすいです。車部、なんだこれ、トロットロだ、すごいな、トロットロ、味がこう染みまくってうまいな。すげえ、金箔、ほうじ茶、うまそう。あつりほうじ茶、うん、うまい。すんげー金、わお、すごい。これを金箔につけて食べると、抹茶長っ。うわー、滑る滑る。おお、なんだこれは。うん、ひんやりしてない。金粉の味はしないけど、すんごく豪華に食える。21世紀美術館。わあ、綺麗。あ、しかった。すげえな。怖っ。砂利が赤い。金沢。あ、
ハワイ。泊まるところ。ホテルのウェルカムドリンク一つ選べます。イタリア金沢の地酒、これ一択でしょう。いただきます。まろやかで飲みやすい。ところホタルイカの酢味噌お作り、やば。バイ貝の煮付け、海鮮丼、アジのいしる干し、タケノコバター醤油。ごちそうさまでした。全部うまかったです。マジでうまい。金沢最高。2軒目、地酒、石川県の、すごいフルーティーでうまい。ちなみに今のが手取川の荒走り、おでん、本家イワシ、すげえしょっぱいらしいので少しずつ、アヒージョみたいな、おーしょっぱい、あーうまい、酒のあてにちょうどいいです。ガスエビの唐揚げ、アジとイカのなめろう。朝食バイキング、チリハマサゾー、巨大なサンドアート、こちらじゃじゃん。なかなかの迫力。おお、砂出てきてる。本当はね、イノシシの冷凍の肉買いたかったけど、長旅で冷凍できないのでね、買えなかったですね。のとイノシシが有名らしい。購入。冷凍の肉買えなかったんで、せめてこれを買って帰ります。能登半島のイノシシで、能登シシのカレーパン、うまい。コロカキ、石川県名物。まさかの BGM 付き。北大社、太極神社、お帰り道、学問の神、菅原神社、江間書。珍しいっすよね、江間書なんて。菅原神社、合格橋、お渡りください。あ、真ん中歩いちゃダメだ。おーおーおー、みんな書いとるな。大学合格、資格合格。のと豚、コリコリなんだけど柔らかくてうまい。新玉、イチボ、やわ、うまっ。メロディーライン、じゃーん、すげーな。絶景の棚のところで採れた光子光。ちょっと待って、これなまらうまいっすよ。びっくりした。採るつもりなかったんですけど。能登産梅のきらめき、なんだろう、甘さと酸っぱさって言うけど、甘い8割、酸っぱい2割。なんか、なんつうんだろう、お菓子というか駄菓子というか、なんかめちゃくちゃ食べやすくて美味しい。フグの内臓をなんとぬかで3年漬けると毒が消えるらしい。こんな珍味があるんですね。輪島塩、塩の駅。
白い。塩の結晶本物。へえ、すごいな。塩作り体験。まあいろんな種類ありますよ。まあ3、4種類選んでスリスリ削って塩足してて瓶に入れて完成って感じか。塩をこん中に入れて完成。手作りの塩KJ ディグだ。ちょっと恥ずかしい。もう絶景ですよ、絶景。アゴニボシ、アラレ、花山椒、ニンニクをベースに塩ぶち込んで手作りしました。うまかったです。ちょっと甘みがあってピリッとしてうまかった。ご自由に体験してください。体験塩田。ポイント分負けになっぺな。から入れます。いや、裏に、あ、平らにする感じがちょっと難しいかな。あ、でも楽しいね。そこまで力いらないな。すごっ。塩組3年、巻き10年、塩田の筋は100日まで。どこかの満水の滝分となれば2回あれだけします。塩田で、まあ、1200リットルの。いつもお世話になってます。すげえな。岩ガキ名物1個1200円。高っ。いや、これは食べ応えあるわ。うまい。サヨリ、ブリ、ノトフグ。名産イカの塩焼き名物。でん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 、すげえ。能登産の牛乳で作ったソフトクリーム。臭みがあんまりないね。食べやすいわ。少なくとも北海道にはない感じだな。トンペイ、なんか昨日の夜飲み屋で知り合ったおっちゃんがここをおすすめしてたので来ました。お通しがなんと2個。ほほ肉の煮込み、エビのすり身揚げ、串カツ。でかっ。これで297円は安い。ただいま朝5時、星峠展望台。ちょうど秋味釣り思い出しますね。このぐらいのまだ太陽が出てないあたりで竿を振るっていうね、スタートするという、それぐらいの時間帯ですよ。ここに来る途中もですね、結構雲海なのか霧なのかすごくて結構危ない面もあったんですけど、まあなんとか運転してこれました。おはようございます。いやーすごい。うん、絶景絶景。富山の雪、まだ山の上残ってますね。もう全然街の中には雪は全くないんですけども、富山の雪はまあ、まあ雪ですね。おっと、うん、残念、曇りだけど、はっきりと姿を現した5時20分。うん、綺麗綺麗。ほう、ほへきょ、逆側。おお、雲海もあるし桜も出てるし絶景ですわ。おお、綺麗。美人林、桜、超綺麗。
Here we go。 あ、かわいい。新潟県美人林、すげえな、圧巻だわ。森林浴百選にも選ばれたらしい。BGM がイカゲームよ。これから決戦へ挑みます。ああ、アートだ。魚沼産コシヒカリのおにぎり、豚の角煮、串に刺さって団子、醤油塗られて団子、新潟産コシヒカリで作った無添加甘酒、缶ジュースの甘酒はガンって、うわ甘って感じだけど全然甘ったるくない、すっきり飲みやすい。五色団子と煎茶、景色も素晴らしい。焼きたて醤油団子、新潟コシヒカリ 100%、みたらし団子、ちょっと待て、生のうまい、とろっとろ、やば、びっくりした、口でとろけて、なにこれ、初めて食べた、すごっ、うまい。みたらし団子の概念がひっくり返るぐらいうまいっすよ。14組待ち、ひぎそば、天ぷらそば、ワクワクボリンの体験館、新潟せんべい王国、膨らみます。で、膨らみ切るとまた硬くなります。水分が蒸発して膨らむので、スープ抜き切るとまた硬くなるためですね。お願いします。ちょっとお預かりしますね。どんどん膨らむんですよね。では、2人とも OK です。一度お皿に戻していただいて、はい、ピンクのテーブルでこういう時、戻してきてください。こうやって
線になぞって描きます。薄く薄く、まあ、薄すぎてもダメだと。これ何かわかります？いやわかんない。難しいな。ポケモンのディグダ。はい、あポケモンと掛け合わせたですね。さらにコラボにコラボをたくさん入れました。あのフラッシュみたいなのでね、弱らかくなったことがあるな。あ、ピカチュウ事件ね。ね、あれで結構すぐなくなっちゃうかなって勝手に思ってたんだけど、なるほどね、続いたみたいな。やるなって言われたその帰りの日に友達にしてやりますよ。真っ暗にして。おーとか言って。結構なもんですよね。そう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 、なんだ誰も倒れねえじゃんとか。新潟せんべい王国。袋詰め。革ジャン反抗族舘ひろし、俺の方から世間にそっぽ向いたんだ。くぅ、かっこいいな。ウルトラマン長岡の伝統野菜からできた手作りのおかずジャム、おむすびジャム。斬新なアイデアですね、これ。AI と聞き酒。蜂の白梅、甘くてキレの良さ、ほんとその通り、うまい。ファーストクラスの機器シュー、コイン普通1枚ですけど3枚も使います。ではすごく甘いらしい、いただきます。声の若竹みたいなやつです。なんじゃこりゃ、ジュースじゃん。あ、ジュースの後に日本酒かかってくる、うまっ。これ危険ですわ、ガンガンいっちゃうわこれ。おいしんぼでエスカルゴに合うと絶賛されたとかちょっと気になりますね。2枚使っちゃう、こっち。腰のカロク、よし。丸みのあるね、うん、丸いわ、これを丸いっていうんだな、うん、うまい。口の中でエスカルゴを泳がせるとエスカルゴがまるで喜ぶような味ですな。ごちそうさまでした。ポンシュ塾卒業生。へえ。イカの墨。いやいやいや。とフグの。フグだな。フグの卵巣漬け。すごいな。ズワイガニ。のっぺ。あん肝。新潟産のトキンナスの浅漬け、イカのお作り、すご。新潟といえばだな。ちょっと待って、うますぎるぞこれ。もう口でとろけるよ、やっぱ。このままでもすんごい美味しいんですけど、酢味噌につけて、めっちゃとろける、やば、うま。新潟名物油揚げ。
ボリュームがダイナミックです。じゃじゃん、わお。炊き込みご飯、もちろん新潟産の鮭とイクラ、日本酒をダバーっと入れてかき混ぜて飲むと最高ですよ。やばい、このコシヒカリマジでうまいですよ。超つややか、これはうまい。朝食バイキング、冬の菜の花畑、水の公園、福島型、すげー、ワイヤ超綺麗、圧巻。あ、本当だ。ああ、はいはい。ああ、なるほど。はい、どうも。はい、どうも。なんか釣れないかな。小鳥のさえずり。道の駅朝日まほろば。これから山形県に行くので、その途中の道の駅ですね。これから水族館に行ってきます。なんか水族館は世界一のクラゲ、を誇る水族館とのこと。のどかでいいですね、まったり。新潟といえば笹団子。おお、でかすごい。逆さまクラゲ、越前クラゲ、でかっ、カバトクラゲ、天海ウリクラゲ、これもクラゲなんだ、へー、光ってる。クラゲドリームシアター、すごいな。かわいい。頭挟まってる。山形の水車生そば、そば屋が出すラーメン、鶏中華。美味しいとの噂を聞いたので来ました。で、これを頼みました。あえてそばじゃなくてね、これがうまいとのことで、あっさりから入ってこってりになるようなそばつゆベースのラーメンだから変わった感覚なんだな。道の駅だけどフルーツがすごい、
銀山温泉の別邸、すげえ新しい、超綺麗。今日泊まる場所はこちら。大正、鬼滅の刃の世界みたい。パパパパパパパラパパパラパパパン。街並みがなまらかっけ。かっけー、すげえな。雷か、雷。おお、すげえ。足湯、なんかほんと鬼滅の刃好きな人は来てみたらテンション上がるかも。すごいわ、めっちゃ綺麗。かわいい。山形県産のいろいろ使った御膳。ふわー。おー。三種飲み比べ。釣った魚とね、こういった地酒飲むの最高だしさ。そもそもやっぱり地酒好きなんだろうな。そもそも魚釣りに行くのも、うまい酒飲みたいから釣ってるっていう部分もあるからな。この銀山温泉は松尾芭蕉が立ち寄ったと言われてますね。月日は百体の価格にして、行き交う年もまた旅人なり。ここに泊まります、別邸。すごい、うまそう。すごいな、迫力満点。綺麗だな。山形の銀山から高速道路で3時間半ぶっ飛ばして、秋田県の潟上市にやってまいりました。道中はですね、ずっとクリームシチューのラジオ、オールナイトニッポン20年前のですね、ずっと聞きながら運転しましたね。ぜひ長距離運転する際にはちょっとクリームシチューのラジオ聞いてみてください。すごい面白いですよ。うわ、懐かしい。これ飲んでましたわ。懐かしい。北東北限定復刻デザイン。懐かしすぎて買っちゃいました。これよくガトーキンの駐車場の自販機で子供の頃よく飲んでたんですよね。懐かしい。で、これがどうやら美味しいらしいんで、ちょっと買ってきます。あっ、パーと思ったわけも。男鹿半島、石焼き定食が名物らしい。すげえ。おお、生ハゲ。生ハゲすげえな、迫力満点。悪い子はいねえか、悪い子はいねえか。おお、すごい。おお、いや、猫舌の僕にはちょっと厳しい戦いになるかとまあ美味しそうなんで、フーフーしながら食べます。すんげえな、灼熱。なまらうまい。もうホロホロですよ。甘みもしょっぱみもあってうまい。ホロホロ。生ハゲせんべい。
絶景絶景。気持ちいい。お客さんで香港の方が来ていて、その通訳をして、おかげでスムーズに注文できたとのことでお礼にいただきました。この顔です。この顔の亭主が本当にいましたね。男鹿水族館ガオ、男鹿の海。いきなり入り口からすごいですよ。でーん、うわでかっ。なあ、おお。かわいい。コクビレ、八角。すげえな。出たアオリイカ。おお、煽られてるぞ、俺。めっちゃ煽ってくんじゃん。美しい。キタクロヌタウナギが産卵しました。こんな卵なんだな、すごいな。初めて見た。おしゃれエスカレーター。タスマニアオーガニー、こんないたらごめんなさいですわ。すんません。迫力やば。チンアナゴ、ニョロニョロニョロ。隠れクマノミのファイティングニモ。こういう青い魚かっこいいっすよね。小学校の時が熱帯魚ブームで、結構こういう青い黄色い魚飼ってたんですよね。懐かしいな。ピラニアナッテリー、アマゾン川。怖っ。セルビアからやってきたホッキョクグマ、迫力がすごい。おお。めっちゃ激しく荒ぶってるペンギン。餌まかれてる最中か、これは。だからか、激しい奪い合い。おおお、いた、いっぱいいる。ピョン、合体しとる。逆さクラゲ、面白い。逆さまだ。おおおお、うまい。おー、すげえ。オマフアザラシの赤ちゃん、いきますよ。ほい。いやー、かわいい。かわいい。すごい。買っちゃった。かわいい。キャラに似合わず買っちまったよ。生ハゲ感、悪い具合ねえが。顔がいっちゃってる。圧巻。写真カメラ撮影 OK です。写真の時もいいです。噛んだわ。すんげえ。すんげえ種類。舐めてたわ、生ハゲ。すげえ。ウニと同じ味ですけども、ウニでありませんで、お山に住んでいる神様の化身なんです。神様の化身として、年に一度だけ年越しの晩に山からこう悟りを。このショッツルは、秋田ショッツル。原料はハタハタと塩のみ3年もの時間をかけて熟成した
秋田小鹿の伝統調味料が醤油のしょっつる鍋だけでなくサラダパスタなどあらゆる料理にうまみをプラスしてくれます。そんな3年もかけて、へえ、生ハゲ7万8000円もする高級なんですね。秋田駅でかめっちゃ綺麗じゃん。秋田駅、秋田へようこそ。おお、迫力すごい。咲き誇れ、特 A 評価の米、千代緑日本酒、比内地鶏の親子丼究極バージョン、ハタハタ寿司、比内地鶏の唐揚げ定食、きりたんぽ鍋、キティちゃんの金まん。能代市、秋田県北部の道の駅ですね。楽しかったですね。秋田はとにかく生ハゲの迫力がすごかったし、きりたんぽもうまかったし、比内地鶏もう最高にジューシーでうまかったですね。また来たいですね。道の駅のコロッケグランプリ金賞3年連続受賞、金賞コロッケ、桃豚コロッケ、うわめちゃめちゃうまい。あ、これは金賞取りますわ。サクッとしてジューシーで、うん、甘さとしょっぱさと、うん、とにかくうまい。うー、怖い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 。正気様。おー、展望デッキ、絶景絶景。わ、桜満開。秋田の豚んぽ、なんだこれ、なんまらうめえ。わいや、こういうの作ってみたいな。かけすぎくん、君町坂パーク桜祭り、いや天気や気持ちいい、ちょっとオレンジ色、青い系、ほんと透き通ってて魚も泳いでて感動。この透明度ブルーハワイ、美瑛のが青い池、こちらが青池、めっちゃ青くて綺麗。おまかせ定食、青森の海、鶴の舞橋へ。すげー、満開、気持ちいい、桜の絨毯、圧巻だな、圧巻。うわー綺麗だな。なまらうまい、ジューシー超甘い、うわっとリンゴの風味がきますわ。鶴の橋、おお、山と夕日綺麗、夜桜、おお綺麗、うん、ライトアップ。こっから弘前城を攻めていく。なんじゃこりゃ、すごっ、絨毯だ。弘前城の跡地、城めっちゃ綺麗じゃん。アップルパイのジャルダン買ったんで食べてみます。なんだろう、リンゴの香りとバターの香りがしてなんまらうまい。超綺麗、
水面に反射してる感じが最高。垂れてる白。ご協力をご来園いただきありがとうございます。すごいすげえな。わお、すげえ。まさかのハート、すげえ人だかりだと思ったらハートができてるという、すげえな。水面に映る桜がやばい。海鮮酒場浜焼き漁港、弘前さん豊杯、フルーティーな甘みが美味しいらしい。ちょっと飲んでみよう。いただきます。フルーティーだな。フルーティー。岩もずく、日本酒にエイヒレ、最高っすよこの組み合わせは。青森名産イカメンチ、刺身盛り合わせからのイカの丸焼き、サザエのイカ焼き。なんかおしゃれだな。ニンニク丸ごと揚げ、こちらがうんうんっていう日本酒です。貝焼き味噌、青森名物。うわうまそう。朝ごはん、三内丸山遺跡。いざ参らん。おお、なんじゃこりゃ。こんなとこに暮らしてたんだ。ほうほうほう、割とひんやりしてますね。ですごい静か、中は。でこちらの方がこう返しもついてるんで、ネズミやリスも登ってこれないと。でかつ広くなってますよね。こっちの方が快適ということで、まあ改良された家ですね。入ります。おお、すごい立派だ。おお、南森戸。怖、なんか怖。うわあ、すげえ。土器、縄文土器。これはですね、もう宇宙人という説があるんですよね。この昔、宇宙人である、この縄文土器に書いてある宇宙人と人間が共存してたと。で、そこで戦争が行われてしまって、人類がほぼ壊滅したんですよ。で、宇宙人が宇宙へ帰ってたと。だっておかしいっすもんね、この時代に。この顔、人間じゃない顔を描くっていうのが。で、さらにその、緯度的にも、そのヨーロッパでも、出土してますけども、やっぱり同じような顔がみんな出てきてるっていうんで、やはりそれは宇宙人じゃないかと言われております。ちょっとね、この辺好きなんでね、こう喋っちゃうんですね。これ有名なやつですね、土偶。すげえおしゃれにディスプレイされてます。釣りチャンネルらしく鯛を釣る、釣っておりますね。おお、これ結構重いですね。しなってますね。うん、はい、はい、釣りチャンネルでした。これ弓チャンネル。
弓チャンネルになっちゃう。縄文土器、おおすごい。すごいすごい、翡翠のみ、翡翠だけで博物館ができるぐらい語れるというね。手作りふがし縄文柱、でかなんじゃこりゃ、食べきれんのかね。うわちょっと待って、うまっ、甘っ、うまっ、すげえな。シャイニーアップルジュース、青森産富士だけで丁寧に絞ったリンゴジュースですと。青森縄文和栗プリン、縄文時代に食べられていた栗を使った、まあ、当時の味に近づけたのをモチーフにしたプリン。滑らかで濃厚でうまい。これパンに乗せて食ってもうまいと思いますよ。ラーメンこうや。煮干しベースのつけ麺、あつ盛り、うまそう。ウータミュージアム、その前がこれ、前がこれ、わお、すげえな、すげえ。これやっぱ生で見ないと伝わんないですね、この迫力すげえな。あ、ねぶた祭りすげえな、ちょっと舐めてましたわ、半端ねえ。こんなんブラジルのリオのカーニバルに匹敵するぐらいのすごさだな。これはのぞいて触って確かめてみてね。あ、結構弾力あるんだな。結構弾力がありますね、ザラザラしてて。中はこんなん、はあ、結構ワイヤー針金しっかりしてる。へえ、ねぶたと同じポーズだば、影いびょん、謎。ねぶた祭りミュージアムのすぐ横の海、そして有名な船。すごいな、橋もある。奥入り瀬渓流館、おお美しい、おお美しい。ジェラート、奥入り瀬渓流館に入っているあらりんごというお店のりんごケーキ、うまそう。バラ焼き食べに来ました。バラ焼き大衆食堂、おいらせビュークラシックダークラガー、牛のバラ焼き、南部せんべいピザ、裏はこんなんですよ、完成。ぐらい運転してましたね。いや風がめちゃくちゃ強い。大間の前田というスーパーにいるんですけども、出てきた瞬間警察官 5,6 人に囲まれて、
終わったと思ったんですよね。そしたらなんとこれをただ渡すためだけにいたというね、集団で、うん、なんかもう俺久々の苦笑いしましたよ、ガチの。まあこんなのね、なんかこれ、うん、啓発ですかね。あけみちゃんごよろしく言います。あけみちゃんごからのドン、マグロ丼、なんまらうまい、とろけますね。わいや、豚肉かと思ったらマグロだったという、むしろ肉ですね、肉。さっき見た向こうにあるのは弁天島って言います。弁天島に五目が舞う津軽海峡、大間崎、大間崎ですね。大間崎、津軽海峡に突き出たここ本州最短の地の岬、大間のマグロの一本釣りが全国的に有名と。専門の部屋、赤ちゃんルーム、まあ、いろいろありますね。トイレ、雑魚寝、さよなら本州、またね。めっちゃ楽しかったっす。ただいま北海道函館に上陸します。防波堤、ポツンとした防波堤。旅をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗船をご利用いただきます。本船はまもなく本船となります。ご乗船誠にありがとうございました。ナッフルズ、これ買いました。めちゃくちゃうまいですよね。これ五稜郭タワーの下、すげえ桜コーナーある。うわーかわいい、やばっ、かわいい。ラーメンの味さ、塩ラーメンね、めちゃくちゃうまいですよね。からのウェルカムという五稜郭タワー、五稜郭下の桜、この提灯とか多分ライトアップしたら光るんでしょうね。めっちゃ綺麗。下から見上げる五稜郭タワー、
散歩ですね。のんびりお散歩。圧巻ですよ、圧巻から。わお。函館奉行所。ラッキーピエロエルビス・プレスリーかっこいいな。そういえばなんか映画ありましたよね。あれすげえ良かったっすよ、プレスリーの映画。港北、港北大前店かな。特別版だ。エルビス・プレスリーピーナッツバターバーガースペシャル。伝票番号が1番ということで、なんか当たりましたね。ラッキーワン賞、幸運強運賞、ラッキーペロのラッキーナンバー1にご来店された幸運なお客様です。私は幸運強運である。私は幸運強運である。私は幸運強運である。と3回唱えてください。からのプレスリー。かっけー。プレスリーは身長183センチ、体重82キロだったと。靴の大きさ28センチ。おぉ。いやー、俺プレスリー好きなんすよね。確かプレスリーが売れたレコードをつなげると地球何周か分かするぐらい売れたんですよね、確か。いつも頼むラキポテー、なまら濃厚でうまいっすよ。これ追加で頼む。こちらはかぼちゃコロッケ、オムカレー。もうラッピのねカレーはマジうまいっすよね。でオムライスもうまいんですよ。ということで2つが合体したのを頼みました。今回初めてですねこれ頼む。こちらは勝手にトッピングしただけです。ホテル WPF。こんな部屋。朝食バイキング。すごいこれ、生のホッケ、ブリ、マグロ、サーモン、イカ、松前漬けにマスイクラ。マスイクラ食べ放題はなかなか粋ですね。北海道遺産鹿部間欠泉道の駅。温泉蒸し釜バーベキュー商品。ここから取って買って、外に置いてある蒸し器で蒸すと。よし、外してこう。おお、すごい。5分、8分、10分しますと。こんな一式が渡されますと。手袋とかタイムとかいろいろ。もちもちしてうまい。卵。外国人ですか？黒糖
外国の方？日本人だと通訳必要あったら言ってください、はい、警察到着。道の駅豊浦。おさっす。内藤大輔選手のふるさとなんだ。知らんかった。内藤大輔選手とね、会ったことあるんですよ。僕ボクシングやってたんで、大学の時とここの時もやってたんですけど、その流れで一回会ったことあるんですよね。すごいいい人ですよ。優しくて気さくで。洞爺湖羊蹄山めっちゃ綺麗。なんとも言えないグラデーション、雪と雲もかかってかっこいいな。さらしな本店そばかつ重、札幌に戻ってまいりました。締めのご飯です。いただきます。よく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 